世界の開かれた美しい国日本であります。しかし政権発足後、閣僚らの政治と金をめぐる不祥事が相次ぎ、2007年の参院選で大敗。本日総理の職を辞するべきと決意をいたしました。持病の潰瘍性大腸炎の悪化を理由に、わずか1年で総理の座を退くことに。その後体調が回復した安倍氏は再び党内の求心力を高めていく。総理辞任から5年後には、安倍晋三君が当選者として決定いたしました。自民党総裁選で石破茂氏らを破り総裁に返り咲き、そして16日に解散をします。やりましょう。だから約束ですね。何で春を約束ですね。よろしいんですね。よろしいんですね。その後の衆院選で与党民主党を破り政権を奪還し、再び総理の座に。ここから長期政権が幕を開ける。バイバイアベノミクス。新語・流行語大賞